今回はリスナーさんから多い質問。いろんな方のヘビーボーガーの動画を見ていると鉄柱炎師ドンを使っているのをよく見かけますが、使う必要はありますか？効果が分かりにくいので教えてください。こちらを解説していきます。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。鉄柱炎師の説明文を見ると、弾速が遅くなる、貫通弾など連続ヒットする弾を通すことでヒット数の増加が期待できる。ここで勘違いしやすいのが射程距離が減少するというものです。それではこちらをご覧ください。貫通弾の最大射程で一発だけヒットする状態です。ここに炎師を発動させても同じように当たっていることがわかると思います。今作には射程距離を変動するスキルや効果はありません。これは貫通属性弾も同じです。では炎師により何が変わっているのか。それは弾と弾の当たる感覚、通称ヒット感覚が狭まります。属性貫通弾をカラクリガエルの横から撃った場合、ヒット数は1です。炎師を使うことでヒット感覚が狭まり2ヒットします。横から見るとこんなイメージです。正面から撃った場合はかなり顕著な差になります。炎師を使わない場合は182ダメージ、使った場合は204で 10% ほどダメージが増加しています。これは弱点に当たっているヒット数の影響で、炎師を使っている場合は5発目までが頭に、使わない場合は4発です。この鉄柱式は味方全員に適用されるため、ダウン中にハンターが固まると最大の恩恵を得られます。またこの円を通った弾は総流蓄積値を貯めるダメージに変化し、総流がしにくいヘビーボーガーとしては効果が大きいです。ではソロの時わざわざ使う必要があるのか。実際に効果はありますが、設置タイミングとしては3つ。1エリア入場時、2ダウン時、3モンスターが遠くに行ってしまった時。これ以外に無理に設置しても効果は薄く、被弾の原因になります。また回避型よりガード型の方が相性がいいです。以上が鉄柱炎師ドンの回答でした。